そもそも講談とは、遠く遡れば古事記日本書紀の語り部日枝のあれの頃をより発足いたしましたる代表的伝統芸、片やロックミュージックの出現は火の発見そして電気の発見に匹敵しうるものかもしれないとさえ言われたものであります。さて伝統と現代との調和を目指しましたるロック講談、再び三度の登場でござりまするが、本年はいかがなりゆくことや、最後までごゆるりとお聞き賜りまするよう、ひとえにお願い申し上げまする。Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up.レゲエミュージックは必ず70年代の新しい流れを作るであろうと申しましたのは、今は亡きロックの巨星、知る人ぞ知るジョン・レノンであります。レゲエミュージック、カリブ海に浮かぶ小さな島ジャマイカから生まれました独特のリズムを持ったビートミュージックであります。そのようなさほど知名度にも恵まれぬサウンドが、60年代終わりの早い時期にして何故祭神ジョン・レノンを突き動かし心を揺るがせたのでありましょうか。レノンはその発言の動機を終生ついに明らかにはしませんでした。我々はジャマイカから現れた一人の天才の姿を見て、なるほどと彼の発言に大いに納得したものであります。そのジャマイカンの名はボブ・マーリー。カリブ海伝統のトロピカルビートを下地に、そこに強烈なメッセージを盛り込んでのレゲエミュージックを完成したこの熱き男は、また天才特有の不幸な星に見入られたのか、実に短命の祭神でもありました。しかしながら混迷の70年代のロックの流れの中に、第三世界からあまりにも熱き一石を投じたその記憶は、未だ忘れようとして忘れられるものではございません。さて三度登場をいたしまするロック講談、その第2夜、ボブ・マーリーの熱くはたまた数奇な一生を語ってまいります。題してレゲエの風雲児、今カリブの海へ帰るという一席、最後までごゆるりとお楽しみくださいませ。レゲエの風雲児、今カリブの海へ帰る、と題しましてのロック講談第2夜、ボブ・マーリーを語る一席でございますが、このレゲエミュージックに触れる前に、まずマーリーとレゲエを生みましたるカリブの島国ジャマイカをご案内いたさなければなりません。アメリカ合衆国の南端フロリダ州マイアミを飛び立ちますると、アクアマリーンのフロリダ海峡を挟みまして、すぐ左手にバハマ諸島、右手にあのカストロのキューバがドーンと横たわっております。これを飛び越えまして約50分、南米コロンビア、ベネズエラに至るカリブ海のほぼ中央に浮かんでおりまするのがジャマイカ島でございます。その面積1万トンで962平方キロ。ここに約200万人の人が住んで、
首都キングストンにその1割の20万人が住み着いております。17世紀の中頃からイギリスの植民地政策が入り込みまして、アフリカから大量の黒人奴隷が連れてこられましたがために、現在でも住民の 75% が黒人であります。この植民地政策によってサトウキビが栽培され、ボーキサイトが掘り起こされ、そしてまあこれは我々にも馴染みの深いコーヒー豆の最高級品でありまするブルーマウンテンが積み入れられたりしたのであります。さてアメリカ南部の綿畑からブルースが生まれましたように、ジャマイカ250年の奴隷政策の下でアフロリズムがこの地に根付いて、独特のリズムミュージックが生まれ出ます。それはカリプソ、シャント、メント、スキャなどと呼ばれ、次第に近代ジャマイカのポップスとして定着してくるのでありますが、トロピカルなリゾートミュージックに傾いていくこのサウンドを60年代に一気に反骨と反抗のメッセージを盛り込んだパワフルなロックに紹介いたしましたのが、キングストンのスラムトレンチタウンに住むルードボーイたち、つまり不良少年たちでありました。1838年にやっと廃止されたジャマイカの奴隷制度でありましたが、その結果職を失った黒人が首都キングストンに流入いたしまして、お決まりのごとくいくつかスラム街が生まれます。キングストン西部のトレンチタウンは別名ルードタウン、ニューヨークのハーレムからジャズが鳴り響いたごとくに、ここに生まれた少年たちは食もなく苦しい日常を、アメリカから渡ってまいりましたエレキギターやドラムスに託し、欲求不満も叩きつけたのが60年代初めのこと。ジャマイカ固有のカリプソ風ビートとアメリカのロックンロールやリズム&ブルースが結びついたのが、つまりレゲエでありますが、レゲエのことを別名トレンチタウンロックとか、あるいはルードボーイミュージック、レベルミュージックなどと呼びまする背景には、そうした奴隷制の落とした影が残るジャマイカ都市部の傷跡が色濃く存在したのであります。ボブ・マーリー、本名ボブ・ロバート・ネスタ・マーリーは1945年4月6日、やはりこのスラム街トレンチタウンに生まれた少年であります。母はジャマイカ黒人のセディーラ・ブッカー。ところが父親は英国軍人でもちろん白人でありまするノーバン・マーリー。つまりボブ・マーリーは英国とジャマイカ、白人と黒人との混血だったのであります。そのせいでありましょうか、ボブの音楽的センスはトレンチタウンの他の少年たちとちょっと違っておりまして、やや泥臭いジャマイカンビートに乗って歌いましても、ボブが歌うとイギリスのロックンロールやアメリカのゴスペル、リズム&ブルースの洗練された香りがプンプンといたします。まあいかんともしがたいこの品位というものが満ち溢れていたのかもしれません。しかしボブはこの血の流れで区別されることをひどく嫌っていたそうであります。俺のレゲエは長い間俺を認知せず、死生児のまんま放っておいた英国軍人の父親に向けた反抗から生まれたんだ。それが次第に我がジャマイカの不幸な運命を救うことに、また先祖の大地エチオピアの憧れといったメッセージに変わっていったのだと語るボブ・マーリーでありました。ボブははじめほとんどのレゲエミュージシャンがアフリカ回帰を目指す
ラスタファリズムの思想をそのバックボーンにしておりまするのは、自分たちの音楽が遠い昔アフリカの大地から強引にジャマイカに連れてこられた祖先たちとしっかりとつながっていると確信しているからに他ならないのであります。トレンチタウンの親友ピーター・トッシュとバーニー・ウェイラーの2人と組んだボブは、自分たちトリオにウェイリン・ウェイラーズと命名し、地元キングストンでみるみるうちに頭角を現しました。65年にはアメリカに進出し、サンフランシスコやロスを巡業して回るほどになったのでありますが、しかしその巡業生活は実に惨憺たるものでありました。アメリカのプロモーターたちは彼ら3人に6スップギャラを払うこともせず、昼となく夜となくステージに引っ張り出します。そればかりか、彼らはアメリカに呼んだ歌手ジョニー・ナッシュは、アメリカにレゲエを広く紹介したいと言葉巧みにボブを説得し、ボブの作った曲や音楽上のアイディアを勝手に自分のレコードに使って、あとは知らないよと知らぬ顔の反米を決め込むというわけであります。こうした酷使や作詞に耐えられず夢破れたボブたちウェイラーズは、疲れ果ててキングストンに帰り着いたのでありました。どうして俺たちいつまでも白人に騙されていなきゃならないんだ。ボブの胸に渦巻く怒りはそのまま彼の作る曲に反映され、アメリカの冷たくずるい仕打ちを歌ったコンクリートジャングル、怒りを込めて立ち上がれと促すゲットアップスタンドアップ、さらに俺は権力を傘に着るやつを撃ったと歌うアイショットザシェリフなど、ますます過激な名曲がボロボロの身と心から生まれることになったのであります。1971年夏、赤道直下のキングストンは、常夏とはいえそれでも耐えられないほどの暑さがボブの家を襲っていた。ある夕べ、彼を訪ねて参りました2人の客がありました。よう、ボブ、アメリカじゃひどい目にあったんだってな。陽気に声をかけて参りましたのはアシュトン・バレットであります。ファミリーマンという愛称で呼ばれておりますこの男、キングストンのスタジオでベースマンとして働いておりまする実に陽気で人懐っこい男。弟のカールトン・バレットはドラムスを叩きますが、このバレット兄弟の打ち出すビートはそれまでのジャマイカには見られなかったほど洗練され、強力でジャマイカで最強のリズムセクションとして評判を呼んでおりました。まあなんですね、日本で言うならば曽我の十郎五郎の兄弟に例えられましょうか。まああの二人はですね、3歳と5歳の時に父親を撃たれまして、それから18年かかって敵を撃って、まあ仲良く手を取り合っていったという、ここのところをまあもうちょっとやりたいところでありまするが、今日はまあ、話が話でございまするから、曽我はさておきまして、この二人の兄弟、淡々と2拍4拍を刻むドラムスに、まるでリードギターのようにノーベンにうねるベースという、レゲエのモダンパターンを生み出した名兄弟コンビなのであります。この兄弟が失意のボブを訪ねてきたと、こういうわけであります。何度かバックを務めてもらって顔なじみとはいえ、仲間というにはちと遠いバレット兄弟。それが一体何のようだろう。いぶかしむボブの顔色に気づいてか、
アシュトンは一気にまくし立て始めました。なあボブ、これからは君たちみたいにボーカルグループだけでやっていたらダメだ。アメリカやイギリスのロックに負けないようにもっとパワーをつけなくちゃ。まあそれはね、それは俺や仲間も感じてるよ。アメリカじゃ時代遅れのカリプソコーラスと思われたからな。と答えるボブの言葉も終わるか終わらないうちに、アシュトンは続けて、なあボブ、思い切って俺たちと組まないか。君の歌には俺たち兄弟ずっと惚れてたんだよ。君の歌のメッセージと俺たちのリズムが一緒にバンドをやるんだ。これはすごいで、え？これはすごいぜ。世界征服も夢じゃないさ。え？世界征服だって？ボブは驚き、しかしすぐに決心しておりました。それまでのレゲエはボーカル人と楽器人がまるで別の完全分業で、ロックバンドのようなスタイルでやることなんぞは全くなかったのであります。ジャマイカ初のパワーバンドか。ボブは心の中でつぶやき、そしてバレット兄弟の方を向いてにっこりと微笑んだのであります。それはジャマイカのレゲエが一挙に近代化し、そして世界征服に乗り出さんというあけものでありました。それを知ってか知らずか、いまだ沈まぬカリブの大きな太陽はボブのやや紅潮した頬をさらにさらに赤く染めていたのであります。Bob Marley, come on! ボブの歌とメッセージとリズムセクションの合体だけとは言うものの、それは素晴らしい効果をボブの音楽にもたらしたのであります。ボブの強烈なメッセージはアシュトンとカールトンのバレット兄弟の打ち出すビートに裏打ちされ、これまでにない世紀を発揮し始めたのでありました。まさに光り輝く金色の黄金の魚がカリブの荒波を泳ぐようなサウンド、レゲエミュージック。70年代の初頭のニューロックの火も消え、決め手を欠いたままダミンもむさぼっていたようなロックシーンは、この第三世界からの熱いサウンドに一大ショックを受けたようでありました。ポール・サイモンが、ローリング・ストーンズが、そしてエリック・クラプトンがいち早くレゲエビートを取り入れ、英米のロック界のスターたちの間では、おい、ボブ・マーリーを聞いたかい、え、本当に聞いたかい、合言葉となったのでございます。そのセンセーショナル最初のピークは1975年7月にやってまいりました。まさに新しいヒーローの登場に沸き立っておりました。バレット兄弟、そして妻リタ・マーリーを含む女性コーラス、アイスリーを従いるはボブ・マーリー。長い髪は編み込んだラッサマン独特のドレッドヘアを打ち震わせ、ソウルフルに絞り出すように歌うメッセージ、これぞジャマイカのスラムの叫びが世界の第一線のロックに打ち勝ち、見る者、聞く者を金縛りにした一瞬だったのであります。
1975年7月18日ロンドンのロックの殿堂、来週もボールルームはまさに新しいヒーローの登場に沸き立っておりました。バレット兄弟、そして妻リタ・マーリーを含む女性コーラス、アイスリーを従いるはボブ・マーリー、長い髪は編み込んだラスタマン独特のドレッドヘアを打ち震わせ、ソウルフルに絞り出すように歌うメッセージ、これぞジャマイカのスラムの叫びが世界の第一線のロックに打ち勝ち、見る者聞く者を金縛りにした一瞬だったのであります。その日ロンドンライシュルームボールルームの楽屋はまるでロンドン在住のロックの巨星の集会のようでありました。元ビートルズのポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、ローリング・ストーンズのキース・リチャードやロン・ウッド、そしてボブのアイ・ショッツ・ザ・シェリフを歌ってレゲエとロックの接近もいち早く示したエリック・クラプトンの姿も見つけることができました。彼らは一様にボブにセッションも申し込み、コンサートが跳ねた後一緒に演奏するのを心待ちにしていたのであります。しかしボブの答えは一言、ノーでありました。ボブは並み居る大スターにこう申しました。我々のレゲエを認めてくれて本当にありがとう。でも我々はジャマイカの民衆と我々が崇めるジャーの神、そして自分たちのソウルのために音楽をやっている、だからあなたたちと一緒に演奏しても何の意味もないんだ。凛としたボブの声は自らのレゲエと信ずる神への自信とも取れたと同時に、ずっと自分に冷淡だったイギリスやアメリカに対する強烈な突っ張りとも取れたのであります。しかしスーパースターたちの中から不満の声一つも起こらず、逆に大きな拍手が巻き起こったと申します。ボブ・マーリー、ロックを制すの時でありました。ジャマイカの風雲児ボブ・マーリーが世界のボブ・マーリーとして急成長するのにわずか1年とかからなかったことも実に驚きでありまするが、コージ・マ・オーシと申しまするか、とかくまあおめでたいこといいことが続いておりますると、妨げが起こりやすい、まあコージ・マ・オーシとこういうことでありまするが、なんと申しまするか、やっと充実と平穏の日々を迎えたボブに運命の神は過酷ともいえる試練を与え始めたのであります。その一つはトレンチタウンの少年時代から一緒に歌ってきた親友のピーター・トッシュとバーニー・ウェイラーの二人がボブの音楽にはついていけないという理由でグループを脱退してしまったことです。3人のボーカルグループの時代から苦楽を共にしてきた、喜びも悲しみも幾年月歩んでまいりました2人との離別はボブにとってかなり応えた事件でありました。しかしそれ以上にボブをめいらせたのは、聖地ジャマイカが自分にとって安住の地でなくなったことであります。1976年12月3日の夜、地元キングストンでのコンサートを3日後に控えて自宅でリハーサルを行っておりましたボブ・マーリー、エンズ・ザ・ウェイラーズの面々、その前に
窓を蹴破って乱入してまいりました暴漢5人余り。突然自動小銃のいかめしき音、5発6発7発何者だ。思わずボブをかばったマネージャーのドン・ライラーの下っ腹に無残にも銃弾は避けようとする間もあらばこそ、かの時早くかの時遅く5発のめり込んでしまいました。とっさに裏手に逃げたボブの左腕をダーッ一発の銃弾がかすめたのでありました。当時のジャマイカでは PNP こと人民党と JLP こと労働党が次期政権を目指した激しい選挙戦を繰り広げておったのですが、 PNP がスーパースターのボブを応援に駆り出すという噂がパーッと流れたことから反対派のテロを促したと言われておりますのが、さて真相は闇のまた夢、皆目分からず。辛くもマイアミに逃れたボブは周囲が止めるのも聞かず、コンサートにレコーディングに再び多忙な時を送ったのであります。Discredited and abandoned. ボブ・マーリー狙撃サル。こんな驚きのニュースは世界中のファンの心臓を一瞬凍りつかせたのですが、ボブはマイアミに今日移し、以前にも増してメッセージ色の強くなった歌を引っ提げ見事復活したのであります。客席にジャマイカからの飛脚が潜んでいるらしいとか、あるいはマイアミの高層ホテルの窓からボブを狙う銃口があるといった様々な噂にもめげず、ボブはアメリカはもとより、イギリスからヨーロッパ、ラスタマンにとっての聖地エチオピアから我が日本にまで足を伸ばし、精力的に活動を繰り広げていったのであります。しかしながら一難去ってまた一難、その復活の時すでに新たなる敵がボブの体を蝕み始めていたのでありました。1980年10月、リハーサルのため滞在していたニューヨークの朝を満喫しながら、ボブはセントラルパークで日課のジョギングに勤しんでいたのですが、突然の激しいめまいに耐えきれず、公園の土の上にどっとばかりに倒れてしまったのであります。すぐさまニューヨークのがんセンターに運ばれたボブ。担当の医師の発表はファンや関係者を振り上がらせるのに十分すぎるものでありました。ボブ・マーリー氏には脳腫瘍の疑いがあります。1977年サッカーの練習中に怪我をした足の傷が元で悪性の腫瘍が発生し、それが転移した可能性が高いのです。1981年5月11日午前7時45分、マイアミのセダーズ・オブ・レバノン病院の白い病室に悲しい出来事が起こったとは思いないがごとく、南国の初夏の太陽がさんさんと降り注ぎ差し込んでおりました。それはカリブの風雲児と呼ばれる男にしてはあまりにも静かな日だったのであります。80年の11月にはエチオピアのシャシャマニエ、12月には
ドイツへ治療に出向き、年が明けてからは自慢のドレッドヘアーも切り落として、マイアミで集中治療に臨んだボブでありましたが、進行する脳の腫瘍と併発した肺がんの魔力を止めることはかなわなかったのであります。時にボブ・マーリー36歳、まさに水の出花の花咲き百花繚乱たる年でありました。病に悩まされながら最後の作品アップライジングのレコーディングも休まなかった不屈の男は、母なるジャマイカとアフリカに続く下流界の波の音に見守られながら、その短くも熱き天才の一生を静かに終えたのでありました。ただ一人看取った妻リタは、いいかリタ、何が起こっても泣くな、ジャマイカ人は過去十分すぎるほど泣いたんだからな、というボブの言いつけを守り、病室では一声も発さなかったのであります。しかしマイアミの太陽はそのリタの頬に伝う幾筋かの涙をこの朝しらじらと光らせていたという。人語らず波騒がし、落日の残酷を返すによしなし、花の命は短くして、残されし者の悲しみぞいや勝るというところでありましょうか。カリブ海に浮かぶ小さな島ジャマイカから現れた風雲児ボブ・マーリーは、民族のビートとメッセージに磨きをかけ、世界のロックシーンにようやく切り込んでいきました。36年というその短い生涯は、静かに宗教的な生涯でもあり、激しく焼き付くような戦いの生涯でもあったと申せましょう。しかし彼の完成させた近代レゲエミュージックは、とかくテクノロジーの発達しか見られなかったというダミンの70年代ロックの中に、唯一新鮮な血を吹き込んだ魂の音楽だったはずであります。さて語り伝えたるロック講談その第2夜、ボブ・マーリーレゲエの風雲児、今カリブの海へ帰るという一席、これにて読み切りでございます。ただいまの出演、講談宝井金閣さん、作並びに構成は大友義則さんでした。明日のこの時間にはロック講談第3夜、ドゥービーブラザーズ、バーバンクへの長き道、友は再び行くの一席です。どうぞお楽しみに。